今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右というのは、今夜のゲストは福島香織さん、よろしくお願いいたします。たびたび今日また美しい着物で、お着物で、なんか桜の季節なんです。年に1回しかこの着物着れないんです。あ、そうなんですか。桜の小物なんで、そうなんだ、はい、いい日に当たりました。早速なんですけど、その香港で国安条例っていうんですか、はいはい、あれが通っちゃってですね、はい、でまあ大体がもう香港はっていうか、まあ、中国にもう僕ら行けないなと思って、上海も行けないし、はい、香港も好きなんだけど行けないなと思ってたんですけど、はい、ますますこれ厳しくなってくるんですか、これは。そうですね、まあ、すでに2020年に、はい、香港版国家安全法という、はい、香港国安法というの、これは中国が、まあ、可決した、全人代で可決された法律を、うん、まあ、香港にボンボン押し付けた、うん、そういう法律があるんですけど、うん、その法律の中で、うん、香港の立法会で、ちゃんと香港基本法23条に基づいて条例を作りなさいという、その内容があるので、うん、でまあ、今回その具体的にですね、最高、うん、まあ、刑罰、量刑がどのぐらいとか、そういうことも含めてですね、具体的な話なんかも、まあ、盛り込まれた、うん、安全条例ができました、うん、でこの安全条例、やっぱり相当影響はあると思います。あ、そうなんですか。で一番やっぱり大きいのは、はい、まず何だったっけ、国家秘密窃取、うん、スパイ罪っていうのが、まあ、一つこう香港に今まで、香港の法律上なかった新しい、まあ、罪状というものが増設されてます、うんうん、であともう一つみんな注目しているのが外国の干渉ですね、はいはい、国外干渉っていう、うん、その条文もセクターもできてるんですよね、うん、でこの2つを合わせるとですね、うん、情報の、まあ、摂取とか機密とか、はいはい、そういったものが、国家犯罪と、安全犯罪ということで、うん、取り締まられる、うん、で具体的にどういうことかっていうと、安全条例って実は2002年に一度草案ができて、はい、で立法会に出されようとしたんですけれども、その時、まあ、胡錦涛政権 で50万人のデモがあってですね、うん、もう絶対反対ということで香港市民が立ち会ってデモで、うん、まあ、反対して、うん、で胡錦涛政権はその時に妥協したんですよ、うん、じゃあ要するに、棚上げ、事実上もう結局ポシャったんですね、うん、その安全条例は、だからそれから本当に実に2002年から22年ぶりにこの法律がようやく成立されたと、うん、で2002年の時の草案というのは実はちゃんとメディアとか学術研究とか、そういった人がその報道の自由とかを行使した場合に、はいはい、妥当な、いわゆる合理的な理由があったら、うん、その国家秘密犯罪にならないと、国家秘密、情報罪とか暴露罪とかにならないっていうような、うん、その免責事項の一文を加えるっていうこともちゃんと立法会ですから、香港の立法会というね、うん、その民主主義のシステムの中で、法律を作るんで、うん、そういうことも実はあったのに、今回は今回のその法律の中には入らないんですよ、うん、だからメディアであろうが学術研究者であろうが、うん、要するに国家秘密に関わることに、まあ、うん、公開したりとか携わったらスパイだって言われかねないということで、うんうん、非常にメディアにとっては厳しい、経済的に良くないのにますます経済的に悪くなるんじゃないですか。で中国は今回は全人代のいろんな報告を見てみると、はい、うん、中国経済っていうのは、うん、もう良くなる要素がないです、うん、で、そうですか、うん、それはね、もう習近平政権が、うん、多分経済を切ってるんですよ、捨ててるんですよ、で経済捨ててる、で実はその改革開放路線っていうので、はい、鄧小平が改革開放路線をスタートさせて、中国経済っていうのは発展していくわけですよね、うん、その発展していく動力っていうのは外国からの、まあ、資金流入なんですよ、うん、で外国からの技術なんですよね、うん、で鄧小平は、まあ、いわゆるその自分のね、能ある鷹を爪を隠して、ね、東海戦術とかね、うん、言ってますけども、うん、
陽東会、陽東公開って言ってましたけれども、うん、とにかく外国に学べと、うん、外国の技術を、外国のお金を中国に持ってきて、で代わりにまあ中国の安い労働力たくさんありますからっていうような形の反転の仕方をやってきて、でその中のまあ動力っていうのが、不動産とまあ輸出入と投資みたいな形でこう三つどもえで牽引されてきて、で消費っていうのはなかなかのまあ、貧しかったので、人々が貧しく抑えられたのでそう伸びなかったんだけども、ようやく2010年頃になって中国の消費っていうものがバーッと大きくなり始めた、それが経済成長の、まあ、成果、改革開放の成果だったんだけども、豊かになってくると今度は習近平の言うこと聞くな、嫌だ、共産党に、支配されるんじゃなくてもっと美味しいもの食べて外国の旅行も行って、いろんな勉強したいなってみんなが思うようになってきた時に、これじゃいかんと、要するに自分の安全が、中国の国家安全が経済発展によって脅かされるのをどうしようかって言った時に、普通ならじゃあシステムを、政治のシステムを変えて調整していこうっていう風に流れるかなと思ったんですけど、習近平政権になって、そうだ、経済をもっとコントロールしようと、共産党が完璧に経済をコントロールしようと、だけど大きすぎる経済だとコントロールしきれないから今割と縮小してるんですよ。これは経済を縮小しようっていうのが目的じゃなくて、コントロールしようと思うと結局コントロール、自分たちがコントロールできる規模に縮んでいくんですよね。ニュークオリティ戦闘力っていうのは、まあ、習近平さんの造語ではなくて、まあ、もともと軍事用語で、2015年から、まあ、あの軍人たちの間でいろんな研究がなされてきてるのは、まああの軍事用語としての、中国の軍事用語としての、まあ、ニュークオリティ戦闘力っていうのは、いわゆる衛星だとかサイバーだとかそういう情報システム、まあ、ブロックチェーンもあるだろうし、はい、まあ、新しい情報システム、量子衛星とかそういうところも多分やってるんですけども、それをそのネットワークで統括的につながる一つのその戦闘システムなんですよね、だから今は例えば戦車とか例えば空軍ならば、空軍司令があって、で、防衛があって攻撃があってっていうのは、まあ、それぞれ の、連携はしてるけれども、一つのシステムじゃないんですよ、でもそれを全部一つのシステムにやって、でそのシステムが、素早く、連動するようなそういう有機的なネットワークみたいなものをイメージしてるらしくて、で、まあ、早い話がAI のAI 兵器ですね、バックトゥザフューチャーじゃない、あれです、ターミネーターで、まあ、スカイネットっていうのがあって、もうコンピューターが、いきなり戦争を起こすみたいな、そういう世界あるんですけれども、正直中国が今そういうこのニュークオリティ戦闘力っていうものを言い出した、その軍部が言い出したのは、多分イメージとしてはあれだと思うんですよね。ただ習近平さんにはそういうこう複雑なですね、シンギュラリティとかっていう、あの世界っていうのは多分そんなに、まあ、多分分かんないだろうね、分かんなくて、もうイメージとしては、その習近平がニュークオリティ戦闘力って言ってるのは、まあ、海上ドローンとか、なぜなら、海上戦闘力を、包括的な海上戦闘力を準備せよっていう、そういう指示とセットにニュークオリティ戦闘力って言葉を使ってるんで、まあ、多くの人が言ってるのは、AI ドローンの戦闘力のことっていうのを具体的にイメージしてるんじゃないかっていうふうに言われてます、皆様ご存知ですか？もう今週の出来事という特別番組が始まっています。なぜこの番組をするようになったのか、私自身の経験に照らせば、私昔は全然ニュースのことを分からなかった。でも本当にいろいろ読んで、ニュースの何て言うんでしょうか、内実が分かるに従って、世の中のことが本当に見えてくるようになりました。そのための今週の出来事です。皆さんも共有してください。毎週土曜日ホームページで言論テレビの会員の皆様に配信しています。ご覧くださいね。言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。日本国が今本当に100年に一度、もしくは200年に一度の
重大な危機に見舞われていて、そして唯一の同盟国であるアメリカがもう確実に変わりつつある。そうです。中国が確実に覇権主義に走っている。そうです。その中で日本国が一体どうやって生き残るのかとい う, う, もう最も深刻な問題を突きつけられている。そうです。その時に問われるのは、私たちがこの国をどのような国にするのか、はい、自力で国民を守り国土を守ることができる国にするのかどうか、そのためには何をしたらいいのか。一番明らかなのは憲法改正です。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンディマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々990円、または1年で11,000円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて、桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。月刊花田編集長の花田和義です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田調書なるものをね、そのしかもその調書を公開しろっていうことをね、他の調書も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その調書をじゃあ朝日が入手してね公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田調書公開したらいいじゃないの、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。